本日は緊急で動画を回しております。はい、と言いますのも今年もいよいよ佳境、我々あっぱれの実に面白いデータを発見してしまいました。何ですか？まずは2021年と22年の年間成績をバーンと出ました。はい、出ました。今年、去年よりも3、4試合ぐらい少ないんだけど、チーム打率、はい、今年2割6分3厘、ね、254得点という昨年、はい、打率2割4分8厘、2分上がってんすか。得点206。あれ、これね、平均の数字を出すと、はい、昨年が 2.66 ぐらい得点が、うん、1試合平均 2.6 ぐらい、はい、今年 4.9。 バックス落ちてきちゃった打ってはいる。めちゃくちゃ打線が活発になったっていう。おー、1試合平均 4.9 ってすごいな。3点取られても勝てるし、4点取っても引き分けか、もうギリ勝つかっていう。すごいですね。去年はもう2点取られたらもうギリっていうピッチャー頑張りました。そう、そういう面白いこう数字が出た。一体これは何なのかっていう、うん、去年も今年もメンバーはほとんど変わってませんです。ただ一つ言えるのが、去年からずっと取り組んでいた、いわゆる軟式仕様の打ち方でやっていくポイントを大きく下げちゃおう大作戦、うん、兄貴がね言っているやつ、あくまでも意識はここで、うん、ボールを捉える意識はここに置いておきながら、ボールを捉えて呼び込んで呼び込んで打っていくんだと、うん、今までだったらポイントはもう自由です。はい、もう大体前だみんな、うん、前。そうするとストレートの前標準を合わせているから始動も速くなるんだけども、ストレートをボーンと弾き返せる、はい、いい打球いっぱい飛ぶでしょう。ただ変化球に切り切ればいい、はい、去年からやってった、うん、それが一つ実を結んだんです、結んできてるんじゃないかな。なるほど、過程ではあるんだけど、はい、バットはだって言っても飛ぶバットは去年からありますもんね。変わらない。だそこをうちのチームとしては継続的にやりながら、ワンチャンス、ツーチャンスをものにしていく展開をしていきたい、うん、ところなんだけど、一つ、去年の得点圏打率、はいはい、実は1位がコータ、去年、あ、去年言ってましたね、うん、で試合数が少ないんだけど、ショウそしてなんとタケちゃん、おでその次に5番に入ったタジ、うん、そして3番のジュン、ここまでが、まあ、3割超え、はい、一方今年は顔ぶれが変わりましたか。すごいですね。すごい、どこすごいです。いや、こんなに偏るっていう。去年どうだった。今年は1位、はい、ゾエ、あー、そうか。で2位タジ、あ、3位カイセン、4位ジュン、はい、5位トクサ、お、これ何が言いたいかっていうと、上位打線が打たないと負ける。まあ、8番ぐらいまでですねそうそう、だから下位打線からつながってきて、高見もつないで2、3、4、5、6で、ここで点を取ったから負ける、勝負決める。去年は下位打線にいたコータが打ったりとか、確かに、まあ時たま代打に出てくる勝負が決勝だったりとかいうところがあって、まあ中軸に偏らずとも散見してたっていうところもあって、ああ、なるほど。それでもまあ全国大会出場へは、まあ、進んでたりはして、はいはい、一方今年なんと接戦に負け続けてるんですね。そうですね、客観的に見ると点数を取って勝つっていうのもあるんだけど、1点差で負けるとか、あとは一発で負けるとか、でそれに目を向けていった時に、投手陣、はい、今年防御率が 2.31、はいはい、で被安打が184、はい、失点が132、うん、去年防御率 1.99、 圧倒的だ。被安打が225、お、失点133と、はい、これ失点ほとんど変わってないのよ。確かに、だから攻撃陣がちょっとムラがあった1年なんじゃないかなと。あ、なるほどね。で去年は実は通算チーム打率自体低いんだけど、効率よくしっかり仕事を果たして点を取ったんじゃないかな。それで勝ち切ってたと。一定差ゲームをものにしてったんじゃない。ピッチャーも守ってくれたし、守ってくれた。これは課題、良くない。まあ良く、まあ良くない。頑張ってはいますけど。頑張ってるけど、やっぱりそういったところに目を向けていくと、おのずとやっぱりこう毎週毎週の野球の取り組み方っていうのも変わってくるな。そうですね。やるべきことが数字から紐解く、表向きの強さ弱さじゃなくて、もう根本的な根拠のある強さと弱さを
我々はしっかりと見つめてやっていかなきゃいけない。なるほど。でも終盤の方結構つながってきた気がするんですよ。そうなの。だからパッチが状態上げたとかフォアボール選んだとかいうところが非常に大きい。それを継続して年間やれないとってことですね。そうやっていかないといけない。うん、そういう打席がこう増えてきたときにつながっていくんじゃないかな、まあね、ピッチャー陣は、まあ、去年も今年もやっぱ頑張ってる、うん、配球読みっていうところもチームで毎週毎週ね、あのカウントでこのボールが来るって思ったのはどういう意図だったのとか、うん、いや僕はこうこうこうでこう思ったんでこう狙いました、あなるほどなみたいな会話毎週あるじゃない、全球じゃないけど、でそういったところのあなるほどそういうふうに考えるんだっていう、そこの部分で の, そのアドバイスっていうか知恵をどん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 俺らももらって、自然と試合の中でスライダーがこう肩口から入ってきて、うおーって避けて見えないふりをして、うん、見えないって思ったよね、はいもう一回来るドンとか、いやできたらいいよなっていう ね、そういうようなことをどんどん取り組んでいったところが実は、まあ、表向きの数字には出たのかな、多少は反映されたか、接戦でものにしていく技術を我々がつけてる、打線なんとかしなきゃいけないですね、あそうだ、実はあのちょっとあの全く別件というか角度変わるんですけど、実はその1回戦敗退もあるっていう話をさせていただいたんですけど、はい、実はねあの球場の兼ね合いで試合の動画配信ができない球場もたくさんあるんです。今負けてる試合が動画出てないってコメントはいっぱいいただいてます。そうなんです、そうなんです、あの出したくないっていうか、その そういうことではなくてですよ、それもありますそういうことではなくて、純粋に YouTube 上で配信が NG とされてる球場が最近ちょっと増えてきているっていうところで、ね、あの公式戦のその様子を届けられないのが増えてきているので、あのそれでちょっとご理解ご了承の方をいただきながら、はい、基本的にあの、ね、YouTube 始めて何年目になりますけど、あの隠し事一切なしでやってますから、フルオープンですから、まあ、そういったことで、まあ、残り、ね、2ヶ月、はい、ちょっとということで、しっかりとまた元気いっぱい、ね、やっていきながら、また残ってるんだよね、実は残してましたね、実はビッグ大会が、しかもプロスタに行けるっていう、ね、ここが本番ですから、ね、ここなんだよ、ぜひお楽しみにしていただいて、私の集大成を出したい、ね、集大成がね待っているっていうところで言うとね、だこれをやっぱね打開していかなきゃいけない、そうこれだから改めていい機会でしたよ、振り返って、でそして今見てる皆さんにとってもやっぱ数字って大事だよと、で一喜一憂もあるんだけども、自分たちのチームの課題であったり、なんで負けてるのか、なんで勝ってるのかっていうのが明確になってきますんで、それを糧にまた来シーズンじゃあこうやってやっていこうってみんなでミーティングをすることでチームがまとまってやーとなっていくわけですね、ですそういったことをお伝えしたかったという動画でございました。ある種は客観的にね、だもうある意味もうあれで今シーズン終わってますよ、ある意味僕らは一旦終わりました、もうある意味もう終わりです、ある意味終わり、もうここが一つ区切りをつけたスタート、なるほど、新しいスタート、新しいアパレルのスタートということにしておきましょう、やりましょう、うん。